シャトーラフィットロートシルト1999年、シャトーラフィットロートシルトは、メドック地区、ポーヤック村にある著名なボルドーワインのシャトーの名称、及び同社ーが生産する赤ワインの銘柄の名称である。現在メドックに4つある第1級格付けワインの中で、シャトーラフィットロートシルトはしばしばその筆頭に挙げられる。日本で知られているロートシルトの名は、 ロスチャイルドのドイツ語風の読みであり、フランス語での発音は異なる。日本ソムリエ協会では、ロッチルドもしくは、ロートシルトとルビを振っている。他に、ロスシルドなどと表記されることもある。ただし、シャトーラフィットロートシルトの運営主体である d b r 社では、ロートシルトという日本語表記を採用している。なお、シャトームートンロートシルトは、 ロスチャイルド家の別の系統の一族が所有している。シャトーラフィット・ロートシルトは、ボルドーの北西メドック地区の巧妙なワイン生産地、ポンイアック村の北端に位置する。シャトーの敷地面積は123ヘクタールで、うち100ヘクタールが、ブドウ畑となっている。石灰室を基盤とする、砂利室のテロワールは、メドックでも、最上と目されている。品種別の作付け面積は、 カベルネ・ソービニョンが70%、メルロが25%、カベルネ・フランが3%、プティベルドが2%である。ワインの生産量は年間3万5000ケースである。うち1万5000から2万5000ケースがメドック第一級格付けの赤ワイン、シャトー・ラフィット・ロートシルトとして出荷される。第一級の名声に達しないと判断されたワインは、 セカンドラベルのカリアドドラフトとして出荷される。なお、ブレンド比率はその年のブドウの出来具合によって変わる。極端な例では、1961年のヴィンテージでは、カベルネソービニョンを100%使用していた。カベルネソービニョンの比率が高いことで、タンニンの強いフルボディのワインとなるが、その味わいは、酸味と渋みのバランスが程よく、品格を感じさせるものとなっている。 シャトーラフィットロートシルトの敷地、ラフィットという呼び名は、中世の農園の名称として14世紀の文献に登場する。ポーイヤック村の中で一番小高い丘に位置していたことから、古いガスコーニ語で、小高いところを意味するラハイトが転じてラフィットと名付けられたという。ブドウの作付けは中世から行われていたが、17世紀にセギュール家がシャトーラフィットの所有者となり、 天気が訪れた。1670年代から80年代にかけて、ジャックとセギュールが、ぶどう畑を広げ、ワインの生産を本格化させた。ジャックの相続人アレキサンドルは1695年に、シャトーラトゥールの女性相続人と結婚し、息子のセギュール公爵ニコラ・アレキサンドルを設けた。ラフィト、ラトゥール、カロン・セギュールなどの広大な農園を相続した。 セギュール公爵は、ワインの生産技術の改良に力を注ぐとともに、ヨーロッパ各国の上流階級へ販路を広げ、ほどなく、どう園の王子とあだなされるようになった。当時、ボルドーワインの需要の中心地は、歴史的経緯もあって、イギリスであった。ワイン好きの首相ロバート・ウォルポールは3ヶ月ごとに、ラフィット一たる、つまり、普通サイズのワイン瓶300本分を開けていたという。 一方、フランスの宮廷では、ギュエヌは田舎というイメージがあり、もっぱら、ブルゴーニュワインが愛飲されていた。1760年、ルイ15世の愛称ポンパドゥール夫人は、ワインで王の関心を買おうとブルゴーニュのある巧妙な畑を手に入れようとしたが、今季こルイフランソは一世に競り負けてしまう。この畑は後に、ロマネコンティと呼ばれるのだが、天末を見ていた。 ギュエンヌ総督のリシュリュー男爵マレシャルが代わりにラフィットをポンパドゥール夫人に勧め大いに気に入った夫人はベルサイユ宮殿の晩餐会で必ず飲むようになった。これをきっかけにボルドーワインが宮廷で脚光を浴び中でもラフィットは王のワインという名声を得ることになった。フランス革命前夜ラフィットの名声はすでに揺るぎのないものとなっていた。当時ベルサイユに アメリカが衆国大使として赴任していたトーマス・ジェファーソンはアメリカ大陸でのワイン作りを思い立ち1787年5月にラフィットを含む主要なボルドーワインを調査して回ったジェファーソンもまたラフィットに魅せられ生涯の愛好者となった時代は遡って18世紀半ばブドウ園の王子セギュール公爵には男子がいなかったため 数々のシャトーは4人の娘に分与され、ラフィットとラトゥールは再度分離した。その後ラフィットを相続したニコラ・マリー・アレキサンドルド・セギュールは莫大な借金を抱え、ラフィットは親戚のニコラ・ピエールド・ピシャールの手に移るが、ピシャールは恐怖政治の時代にギロチン送りとなる。数人の所有者を経て、19世紀前半に所有者となったのは、 オランダ商人のビンテーエンベルグ家であった。そのままワイン作りは受け継がれ、1855年のパリ・万国博覧会で行われたメドック公式格付けでは第一級格付けの筆頭として最高評価を受けた。1868年8月8日、ロスチャイルド財閥創始者マイヤー・アムシェルの子なんでパリ在住の銀行家ジャコブ・マイエールド・ロチルドが ビンテンベルグ家から競売に出されていたシャトーラフィットとシャトーカリュアドー444万フランの大金で競り落とし新たな所有者となった。ジャームはこのわずか3ヶ月後に亡くなったがシャトーラフィットはシャトーラフィットロートシルトと改名されロスチャイルド家に引き継がれた。その後19世紀後半にかけてヨーロッパではワインの需要が拡大しメドックは後景気に湧いた。 19世紀末から20世紀前半は苦難の時代であった。ブドウ畑がアメリカ大陸からもたらされたフィロキセラの被害に遭い、第一次世界大戦では働き手の兵営や経済統制により大きな打撃を受けた。大恐慌の時代はワイン市場も底根が続いた。第二次世界大戦でフランスがドイツ軍によって占領されるとラフィットは ロスチャイルド財閥の財産であることを理由に解散させられ、セーラーも略奪を受けた。1945年末、エリード・ロッチルド男爵が、ラフィットの所有権を取り戻し、シャトーの再生に着手した。さらに、ワインを愛好、信仰団体である、ボンタン騎士団の創設、アメリカ市場の開拓など、需要拡大策にも積極的に取り組んだ。 だが1960年代から70年代にかけては停滞し、評価を落としてしまう。1974年、エリーの老いのエリック・ド・ロッチルド男爵が事業を継承、品質の向上を成し遂げ、名声を回復した。現在は、醸造責任者、シャルル・シュバリエのリーダーシップのもと、世界最高水準のワインを生み出し続けている。シャトー・ラフット・ロート・シルトの運営主体となっているのは、 ドメイヌバロンドロードシルトという企業体である。DBR 社はフランス国内外のドメイヌへ出資し、いろいろな種類の愛を手掛けている。現在、DBR 社傘下にあるドメイヌで著名なものは以下の通りである。ありがとうございます。